連合軍に敗れたロキはゼウスの武器ケラ、あれはさり際のロキ殿の表情、まるでもう二度と会えぬかのようだ。一体何をやり遂げようとしているのか。ロキ殿を探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ敵か。ロキ殿はそこにおられる。ロキだと知らないな。なぜここに敵が。ロキ殿の居場所をご存知か。お聞かせ願いたい。知らねえな。どこかで貴様らを滅ぼす算段でもしてるはずさ。早く追いつかねば。他の場所も探してみよう。奇襲か。迎撃せよ。ロキ殿を探している。居場所を教えていただこう。守ります。くっしょ、知らねえよ。知っていても敵に落ちやしないがな。魂、ここでもなかったか。ロキ殿、一体どこに。さすがです。あなたならばと思っておりました。私は打ち取りました。貴様、敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。ロキ殿は今どこに。お答えいただこう。俺とて命の惜しい。ここは教えるしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからな。こちらにロキ殿かたじけない。天下無双の強者です。あれは雪村。まさか私を追ってきたというのか。覚悟を変え。その程度の数ここまで乗り込んでくるとは、ね、ちょうどいい。ロキ怪物どもやつらを始末してみせろ。できない。ならばいい。怪物ども、侵入者を迎える。今こそ攻め立ててやろう。存外粘るものだ。ならばこれはどうだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。お前たちの底力存分に見せてもらう。奴らの目覚めを断ち切ろう。雪村、このままでは大切な友を死に追いやる。
この痛みを私は知っている。もう二度と同じ過ちは犯せない。さすがです。あなたならばと思っておりました。共にいざ参る。はい、素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。こんなところで死ぬ気なのか、雪村。君がそのつもりだとしても私がさせはしない。ロキ殿、お会いできてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。ああ、私もだよ。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。ロン、やはり裏切ったか、愚かな。ならばお前にも絶望を与える。この力生きて帰れるとは。この数の怪物、とても相手にはできない。敵の少ない道を選び、父を抜け出そう。はい、共に参りましょう、ロキ殿。共に戦えることを嬉しく思います。ですがこのままではあなたは主を裏切ることに。ロキ殿、本当に良いのですか。主を裏切るのはどうとも思いますか。友を失う痛みに比べればな。滅びの恐怖、存分に味わえ。たけえか。だが無駄だ。我が槍に迷いはない。さすがです。あなたならばと思っておりました。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だな。オーディンの危機として飛びつきそうだ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。怪物が。だが我らが力を合わせれば必ずや。ああ雪村、君と私ならきっとこの死地を切り抜けられる。さあ我らに欺く愚か者を。これは三つなると幻影か。兄上や親方様だけでなく三成殿まで。さすがです。あなたならばと思っておりました。なんと圧倒的な力だ。無駄だオーディン、もうその手は通じぬ。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすと思うのか。さあ滅びの時。
ここまでだな。諦めてはなりません。いかなる死地にあろうと決して望みを捨てず前を向く活路とはそのようなものの前にこそ開かれるものだと私は信じています。雪村、たとえこれが最後になったとしても私は君を友と呼べて嬉しく思う。うん、さあこっちへ来なさい。世界に新たな道を切り開くのよ。よし、うまくいったな。うまくいきましたね。